皆さんこんにちは。愛情に満ちた家庭ではいつでも大喜びで子供たちの誕生を待ち望みます。そして子供につける名前や様々な計画について真剣に考えます。しかし残念なことですが、現実には不幸も起こります。イギリスに住むミリー・スミスさんとルイス・カンさん夫婦は長い間子供の誕生を夢見ていました。ついに医師から9ヶ月後には親になると聞き、二人はこの上なく喜びました。ミリーさんの家系では数世代にわたって双子が生まれていたので、彼女は自分にも同じことが起こるかもしれないと考えていました。妊娠10週になったところで医師は予想通り二人に二重の幸せが待っていると話しました。双子の女の子が生まれるのです。しかしさらにその2週間後、ミニーさんとルイスさんは何かがおかしいと感じました。生まれくる子供たちについていつも楽しげに話していた医師が今回は黙りがちでした。最後に医師は双子のうち一人は元気だが、もう一人は無脳症であると言いました。これは神経管の重度の形成不全で脳が発達せず、そうした胎児は死産となるか生後すぐに死亡してしまいます。二人はショックを受けました。両親は双子をスカイとケリーと名付けました。スカイは生後数分または数秒の命とされていました。それで天国のある空、スカイとしたのです。空を見上げればいつでも亡くなった娘を思い出せると考えていました。30週に入ったところで出産が始まりました。ミリーさんはロンドンのキングストン病院に運ばれました。双子のうち一人は間もなく死んでしまうものの、医師たちは子供たちの安全のため緊急帝王切開を行いました。二人の赤ちゃんはマーガレットルームと呼ばれる両親と共に過ごせる特別な部屋の保育器に入れられました。医師はスカイが出産中に死んでしまうのではないかと恐れましたが、生後3時間生きることができました。その間ずっと両親はスカイの傍らにいました。両親はスカイにキスをし、どれほど愛しているかを話しました。ミリーさんはスカイの病気は自分のせいではないことを理解しつつも、命を救うことができないことを詫びました。一家がスカイに別れを告げると、ケリーは通常の集中治療室に移され、その後約1ヶ月間をそこで過ごしました。早産だったためです。4週間が経ち、スタッフたちの間ではスカイが存在したことは忘れられ、同じ病院に入院中の他の母親たちの中でもケリーに妹がいたことを知る人はいなくなりました。ある時ミリーさんがケリーの眠るベッド脇に座っていた時、近くにいた双子の母親が冗談めかして言いました。あなたは双子を産まなくてよかったわね。ミリーさんは何も言うことができませんでした。その言葉が心に深く突き刺さり、その場から駆け出し外に出て大声を上げて泣きました。あの母親に悪気がなかったことは分かっていました。本当のことを話したら彼女だって傷ついてしまうことでしょう。しかしミリーさんの頭の中ではある考えが生まれ始めました。同じような予期しない冗談や心ない言葉に傷つく子供を失った親が他にもいるはずです。そうした人々を救う方法を考え、誕生したのがライラック色の蝶のステッカーです。また次のようなメッセージのステッカーも作りました。パートナーまたは友人として新生児科を訪問するときは蝶のステッカーに注意してください。これは兄弟姉妹を失った多胎妊娠の赤ちゃんの保育器に貼り付けられています。ミリーさんとルイスさんはケリーが生き残ったことを心から神に感謝しつつ、スカイのことも決して忘れませんでした。そして彼女が生きた証としてスカイ基金を設立し、多胎児を失った親たちの悲しみを癒すためのサポートをしています。また紫色の蝶のステッカーは喪失を経験した親を不注意な言葉から守るためにすでに多くの病院で使用されています。さて皆さんはもうベビーベッドに貼られている紫色の蝶のステッカーの意味をご存知ですね。ミリーさんは自分と同じ状況にあるかもしれない他の人々のことを考え、素晴らしい行動をとりました。今回はここまでです。もしこのビデオが気に入ったらいいねをしてチャンネル登録してください。またコメントもお待ちしています。またお会いしましょう。